キム・ハヌルは、韓国の女優。身長167センチメートル、体重44キログラム、3サイズ B82W24H34、血液型 B 型。1998年韓国の青春映画、バイジュンで女優デビュー。1999年 SBS のドラマ、ハッピー・トゥ・ギャザー・デイ、4本、孫数本から思われるヒロインを演じる。 共演者には、猟奇的な彼女の、チョンジヒョン、MBC のドラマ、日差しに向かってでも共演した、チャテヒョンがいる。最高視聴率39.8%。2000年の MBC ドラマ、秘密でドラマ初主演。リュシオン、ハジオンだと共演。最高視聴率34.1%。2000年に、映画、同感で映画初主演。日本でもリメイク版。 字の香りが公開され、仮名を出演している。2002年に MBC ドラマ、ロマンスで、キム・ジェウォンと共演。ハンガン社長令状で恋に落ちる若き高校教師、キム・ジェウォン役を演じる。女性教師と男子生徒の恋愛という内容だったこともあり、保守的な韓国において、社会的にも大反響を巻き起こし、最高35%の高視聴率を獲得。キム・ジェウォンは、 キム・チェウォンを教師と知らず恋してしまう高校生、再勘務役。MBC 演技大賞最優秀賞を受賞。2003年に映画、同い年の家庭教師で、クオン・サンウと共演。猟奇的な彼女に次ぐ、韓国映画史上観客数歴代2位の540万人を、動員。これを受け、百層芸術大賞人気賞を受賞。2004年の映画、 彼女を信じないでくださいで、カンドンボンと共演し、恋愛詐欺師を演じた。観客動員数120万人。本作でナンバーワンコメディエンヌの地位を獲得し、百奏芸術大賞最優秀主演女優賞を受賞。同年には、孫ホ本とのヒサメやホラー映画、レイリョンにも主演。2006年の映画、青春漫画で演劇学科の学生を演じ、再び、 クオン・サムと共演。公開後2週間で観客数百万人を突破。同作は520万ドルで日本に輸出される。2011年、歌、夜空の星をさん、歌手ヤン・ジョン・スンのフィーチャリング参加。歌は2008年のスカイラブ以来。同時にスマートフォン用アプリに使用される。2011年夏に映画、ブラインド公開。2016年、 一歳年下の実業家の一般男性と結婚。2018年、それまで所属していた SMC&C から新たにシシックとマネジメントの専属契約を締結した。2018年5月、第一子を出産。キム・ハヌルのプロフィール、画像、最新ニュース韓国俳優、女優、s.wowkorea.jp。O K o R e 2018年11月28日閲覧。金貨ダビービー団配、サイサトシ、トモカタギ、トールフルコーリヒル、ヤギヒヒンカニッポウ。ヒンカニッポウ。 h t t p s Harr ing, s t a s l o r w a t t s e n t e r t a i n m e n t a p p l e d a i l y c o m スラッシュデイリース20110909スラッシュ33656080スラッシュ2018年11月28日日閲覧ありがとうございます。